じゃないかな。じゃあ手を動かすの？手を動かすのはスイッチがあって、スイッチで動かすことができる。どうやって？例えばどれなんですか？じゃんけん。本当だ。できるんです。あとは表情も変わります。次々と新しい嬉しくなったり悲しくなったり、怒ったり、手元も表情も、そんなアンドロイドはどのようにして作られているのでしょう。やっぱそうだ。人間らしい見た目を再現するかも。実際の人間から黒目の動きも変わります。例えば、こっち向いたり、こっち向いたり。